どですね、はい、あの禁止方針などはありませんでした。で一応これ紫色に染まっているのが皮膚の角質ですね、うん、でその周囲にまあちっちゃな点点点とある形のものが、うん、細菌になります。こういったこう、これ皮膚の角質ですね、はい、でこういったちっちゃな点点点点ってあるのが細菌になります。で一応細菌は存在はあるんですけど、ムラセチアなどはですね、まあ、ちょっと怪しいものが2つ3つあったんですけど、極端にはそれが第一の選択、感染というよりかはおそらくまあ舐めたりとか蒸れたりとかする日的にちょっとあるっていう形なので、うん、お渡しするのがこちらの汚れなどですね、はい、まあ、ベタつきとか、カサカサとかですね。抗生剤も必要な時は使うんですけど、なぜその抗生剤自体を多く使わないかというと、お腹の中の乳酸菌っていうのがすごくこのアレルギーの子とかにはとても大事で、抗生剤をたくさん使うとどうしても細菌質もお腹の虫も細菌もどうしても減ってしまうので、なのであのあまり抑制しすぎたくないんですね。でこの原因ですね、でここ抑える細胞を元気にしてくれるのがお腹の乳酸菌が作る酪酸っていうものだということがもう研究で分かってきています。でこの酪酸を作るための乳酸菌っていうのをやっぱしっかりと維持してあげたり増やしてあげたりすることが必要なので、それで、まあ、しっかりとお腹の中の腸内細菌っていうのがすごく大事ですよっていうことなんですね。でお口の中の細菌のコントロール、皮膚の細菌のコントロール、そしてお腹の中の腸内細菌のコントロールというのがとても大事になります。次回の様子とかで枯れてきてるのかなとか、また新たなところにないかなとか、その辺をちょっとさせていただこうと思います。噛んだりしてて あんまり遊ばせない方が、そうですね、普通にされる分に関しては、まあ、ひどい噛み方とかでない限りはよろしいかなとは思います、はい、で一応今回のケースでアトピーですよとかアレルギーですよっていうのはまだ断定はされません。アレルギー検査に関してはですね、こちらの検査になります。で昔はこの IgE 抗体だけでよかったんですけど、食事なども見るときはやはりこのリンパ球検査というのが直結してくる形になるので、まあ、両方すると大体4万円ぐらいの検査ですね、はい。ペット保険とかは効かないんですよね。症状がある場合に関しては、その保険によっては効くものがあるとは思いますね、はい。わかりました。めっちゃ嫌がりよいで。